ずっと来たかったニューヨークなんで、予定していたランチ場所に向かおうと思います。ここにレンタルサイクルもありました。桜ジャパン。あー、日本料理屋さんか。で、I can see。 日本と同じメニューなのか。じゃーん、こちらがグランドサラで、こちらが豆腐、カツカレーの豆腐の S です。で、お茶と、ありがとう。はい、ということで人生初めてのゴーゴーカレーに来ました。日本でもカレー屋さんってあんまり行かないんですけど、海外に来て初めてゴーゴーカレーを食べたいと思います。なぜここに来たかというと、彼がゴーゴーカレーが大好きで、日本にいた時も何回もしょっちゅう行ったって。アメリカはニューヨークにしかゴーゴーカレーがないみたいなので、いただきます。ということで、ごちそうさまでした。ゴーゴーカレー美味しかったです。人生初、まさかの日本じゃなくてアメリカで食べるっていう、そんな感じで次はタイムズスクエアに向かいたいと思います。こちらが、バスステーションで、いろんなシティからバスでニューヨークまで来る人たちはここのバス停に泊まるっぽいです。こちらがニューヨークタイムズ、めちゃくちゃ有名な新聞の会社。あ、ノーヤ、ノーヤ。あ、わ、seems like almost。ドキドキ。タイムズスクエア感がめちゃくちゃ出てきた。こちらがマダムファッションのニューヨークバージョンです。確かこれお台場にもあった気がするんですけど、これここが元祖エディ。はい、 I've never been。 エディフィス。Oh, looks like a real.
そこに2022でカウントダウンと同時に落ちるボールがまだ下に落ちたままで、これがカウントダウンの時に上から下に落ちるらしい。知らなかった。 I really didn't realize that. So funny. Ah, this is store. A LINE. LINE store もある。 Oh, Big Pony.韓国にもこれありますね。One more attempt at a selfie with you guys. Yes. めちゃくちゃ大きい。以上。わあ。こちらに見えてきました。あの有名な階段が、反対を見るとさっき映ったあのメインのタイムスクエアがこっちにあります。はい、ではこっちに歩いていきます。なんであの階段があるんですか。あ、そこでなんかやってる。なんかストリートダンス。カメラマンがいっぱいいます。なんだろう。写真撮ってお金もらうの。So many cameramen are here because of they wanna get money. Do you know him? こんなところに像があるの知らなかった。はい、こんな感じでいろいろタイムスクエアの周辺を今日1日目お届けしようと思います。お土産屋さんとかも高そうです。ニューヨークって感じ。はい、ということで一通りタイムズスクエアいろいろ見て回ったので、次は、そこから何ブロックかな、歩いたところにあるグランドセントラルステーションに行ってきます。グランドセントラルステーションなんですけど、ゴシップガールで有名になったセリーナが帰ってきた駅なんですよね。だからどうしてもそこは行ってみたくって、これから向かいます。多分ゴシップガール好きな人たちなら絶対ロケ地巡りみたいなのをやりたいと思うんですよね。っていう私のやりたかったことの一つです。ということで、行ってきます。あそこの奥に見えるラジオシティっていうところはいろんなショーとかを撮影する場所で有名みたいです。日本の人力車、感じでフードトラックもたくさんあります。 Hello. Hi. ラーメン。 You guys that work like it. What kind of food? Chicken. $1.$1.50。あ、一風堂ラーメン屋さん。おー、ラーメンショー。絶対高い。こちらはフィフスアベニューって言って、日本の東京の銀座みたいな感じでいろんなものが高いらしい、そんなエリアって言ってます。資生堂のビルがありました。すごい。こちら
下の細長いビルはバーバリーって書いてある。見えるかな？もうビルが高すぎ、いろんなビルが。しかも今、こっちでも作ってるんですよ。ニューヨークの街はこんな感じで、外になんか、なんだ、温室みたいな風になってるカ、あ、なんかカフェが多い気がする。レストランか。グランドセントラルステーション、ほぼ到着です。もう外観からしてすっごい分かりやすい。このビルに3日後かなに登ります。すっごい高い、全身全身全部鏡張りの建物なんですよね。登るの楽しみです。そしてグランドセントラルターミナル、どこから入るんだろう。メディングで到着。すごい建物が立派。なんか入り口がいっぱいあるんでちょっとややこしいな。はい、ということで、グランドセントラルターミナルに到着しました。なんか入り口いっぱいあったんでどこから入っていいか分からなかったんですけど、ここが一番メインの多分入り口なので中に入ってみます。